こんにちはキットマン北海道探索チャンネル2022年7月にオープンする札幌のお店その2過去のオープンと閉店動画は説明欄にあるのでそちらもご覧ください1日オープンダブーレスカ北一条西23丁目斜ー系は1階1階が店舗の住居型マンションでございます お酒がメインでソフトドリンクがほとんどないと書いていましたこのひずめで持っているワイングラスおしゃれですね以前は美容室さんが入っておりました1日オープンアウラーナイオンアサブ、1階アクセサリーショップでございます14日オープンボアラボではなくボでございますソフトクリームのお店24軒4畳6丁目 営業日が木、金、土でございます。十四日オープンコナモンや八や八ではなく八でございます。こと二店こと二一丁二丁目ダイヤパレス一階 地下鉄琴谷駅の大きい通りを歩いていくとあります以前はハウスドゥというえ不動産関係のテナントが結構長く入っていました1日オープンローソン新ハッサム一条店新ハッサム一条1丁目 鉄鋼団地通りという函館本線の沿線上にあります、他のローソンと比べて自然と調合するウッド調のローソンのデザインな感じがしますが、どうなんでしょうね。7 7日オープン、ルルイス食堂、西の7畳2丁目、東山ビル1階 おそらくルイス食堂っていうのはカレーライスだから昔の短距離ランナーのカールルイス的な名前にしたのかななんて思って見ていました。2日オープンモミカル川添8条2丁目吉田ビル2階以前は鹿が入っておりました。 非常に昭和らしい建物で、私の好きな建物でございます。7日オープン、金木製焼き鳥屋さんです。南二条東一丁目、m ズイースト1階。二条市場の北側にありまして、夜は結構静かな雰囲気なので私は好きです。3日オープン、モアイスケートパーク、南区滝野に、えー、滝野霊園の中にあります。モアイの門をくぐると受付がありまして、 えー、このようにスケートパークが広がっております水曜日が定休日で会員登録700円滑走が1日300円と書いてありましたレースも開催しているそうです4日オープンルーカレーガラク豊平区味噌の3条1丁目以前はどうなっていたかと言いますとドコモショップが入っていました結構長い年月入っていました えー、左半分ドコモの雰囲気が白い壁でね残っておりますさらにガラクの近くにありますおやつラボ火花、えー、1日オープンで、えー、若葉マンションの1階でございますこのように看板がね出ています丸い可愛らしい看板ですね6日オープンバーガーキング新札幌サンピア座店サンピア座1階 札幌では白石に続く2店舗目となっておりますこのタイミングで2店舗目なおかつサンピアーザにできたのがちょっと驚きでした15日オープン三本もコーヒー店札幌アピア店アピアセンター地下1階でございます7日オープンビア酒場園長宴会の園に鳥と書いて園長でございます平岸ターミナルハイツ1階 こちらのお店の優しいなと思ったところがお子様がいても大歓迎ですよ皆さん、えー、ご来店をお待ちしていますそんなところがいいですよね8日オープンスマプラアリオ札幌店北7条東9丁目スマートフォンアクセサリーショップスマホの修理などを行っております1日オープンローソン北1条東14丁目店 パチンコ屋さんの隣にあります、旧内貿駅の近くです。昔は旧内貿駅の近くにローソンがあったんですけれどもね、しばらくローソンがありませんでした。1日オープン、ライフデリ、白石区本通り、3丁目、北3の1。 糖尿病の方とか、まあ、ちょっと病気がちの方でも食べれるお弁当屋さんでございます以前はカラオケ屋さんが入っていましたカラオケスナックですね1日札幌駅前から移転オープンしましたパソコンショップドーム白石区中央1条3丁目前は会社のオフィスが入っていましたね そんな感じで2022年7月にオープンする札幌の店その2でした。1、まだ見てない方はそちらもご覧ください。ありがとうございました。